はい、皆さんどうも、かめこです。本日はバレンタイン探偵事務所からお送りします。エリー、ここにいるのか？はい、前回ですね、ニックを救ってきて感動の女子さんとの再会ですね。他の誰かの顔と間違えるのは難しくない。死神に向かって笑っていれば、いつか死神が笑い返してくれるよ。助けてくれる友達がいる間はダメだ。ニックをこの事務所、それに仕事も守ってくれたのね。ありがとう。どういたしまして。怖い戦前の背景に潜ってくれて。はい。見つけてくれたら支払うことになった。キャプル。いい人。仕事を探しているなら、それで探偵の帽子をかぶるのが嫌じゃなきゃ。ニックは絶対新しいパートナーを活用すると思うわ。ああ、一つずつ行こう。まず新しい友人が助けを求める。よし、仕事を始めよう。座って、楽にして。はーい。随分汚れてる椅子ですね。上不明の人間を探したいときに、厄介な箇所は些細なこと。分かることはすべて話した。どんなに痛みを伴うとして。はい。事件の時はボルトン、ボルボル111、一種の冷凍施設だった。冷凍されていたんだ。その上地下にあった封印する。一人の人間を連れ出すには結構な障害だよ。他に話せること。夫は殺された。ショーンが連れ去られるのを止めようとしてた。奴は大丈夫。それ以上言わなくていいわ。ということは、平凡な殺人鬼たちが相手だ。だが奴らは何かがうまくいかなくなって、暴力に頼るために。他に覚えている？男と女なんだ。あれ、私、左右で目の色違うくない？バックアップと呼ばれたのは覚えてる。つまり小さなチーム、プロ集団。仕事中は口を閉じていられるようになる。だがお前はバックアップと呼んだ意味もある。他に覚えている？赤ちゃんのショーンを探してる。まだ1歳にもなっていない。いじめに光がないですね。なぜわざわざ名前の家族を選び、なぜ赤ん坊をさらったか。誰かが赤ん坊の世話をするだろうが、赤ん坊の世話は手間なのだ。これで確認できる。こいつは思いつきの誘拐ではない。息子さんを連れ去った奴には計画がある。連邦には人を連れ去る集団がいくつか。レイダー、スーパーミュー、ガンダム、そしてもちろん、インスティチュート。じゃあ、そのインスティチュートの仕事なの？ああ、やつらは連邦の都市伝説ってやつ。何かがうまくいかないと、誰もがやつらのせいです。理由は簡単だ。初期型人造人間は、部品を求めて街中を荒らし、邪魔になるのは全て殺した。それから新型ができた。人間みたいな出来事で街に死ぬ。多分ニックも人造人間ですね、この感じだと。最悪なのはそうする理由も、奴らの計画もどこにいるのかも誰も知らない。そして俺自身も、ね、人造人間に捨てられたプロトタイプ。いずれにしても、証拠を見つけられない。その通りだ。憶測だけでは本筋から揃える。目撃したものに集中しよう。誘拐犯の外見はどんなものだったか。一人は真正面に来た。そうね。ハゲ頭で、左目に傷がある。待て、ありえない。ケロコという名に聞き覚えはない。いえ、彼らは一度も名前も読まなかった。偶然にしては適切だ。エリー。ケロコの事件でメモは残っている。特徴は一致します。ハゲ頭、傷、危険な幽閉仕事をするという評判。でも彼の雇い主は誰も知らないんです。そして奴は町に家を買ったんだ。で、子供と一緒に。
その通り。家はアレハトとウエストスタンズにあります。彼と一緒にいる少年は10歳くらいです。奴はここに住んでいる。まだまだ待ちましょう。二人ともかなり前に消えた。記憶が正しければ家はまだ残っているはず。ケロックの最後の住所まで歩いていってみようじゃない。奴の行き先の手がかりが見つかったんです。そうね、あなたが通りなんか行くことは滅多にないけど、それでも二人とも気をつけて。いつだか気をつけて。よし、じゃあついていきましょう。ニックと二人で怪物を見つけられますか。ありがとう、エリー。いい人だ。エリーは人間なのかな。どっちでしょうか。70って書いてあるから、どっちか。やつはただの表現じゃない。プロだ。素早く、手際よい、完璧。敵はいない。なぜかみんな死んでいる。あんたを覗いている。だが十中八九、やつが探している相手。特徴ある外見で教えてくれたからだけじゃない。手口もみんなやつ。少人数の集団を率いて旅館を追い返し、パートのために移動する方も動かしている。でも200年前に生きていたってことだよね、そのケロックって人も。人間だったら寿命が来るでしょ。え、ケロックも人造人間かもしれないってこと。よくわかんないな。でもそれが一番濃厚かな。生身の人間だったらもう死んでるもんね。だってね、これは開けられない。周囲を見張ってくれる。本当？マスターの行けんの？うわぁ、一応見張っとこうか。こいつはでかい。何か隠していい。試してみる。強固にロックさせる。無理だ。あら、バレンタイン。手ごわいそうだな。え？プラットフォームが見える。町の入り口近くだ。は視聴室へのエレベーター。あの辺に行ってみてみて。何を。どこ視聴室に行けつけた。こっちじゃないのか。こっちかな。とりあえず視聴室に行ったらいいな。バレンタインどこだ。あ、ちょうど見えないね、仕掛けで。こちらってのどんどん遠ざかってる気がする。しかし大きいスタジアムだったのね。消えてるな、バイバー。市長はもうもそを受け付けてます。マスコミ関係者じゃなきゃいけない。助けが必要。
ストスタンドにあるケロクの古い家について話しました。ミスターケロク、かなり前に町から出て行ったの。こっちは物件の担保権を行使して鍵をかけた。あの男の所持品に所有権を主張したいものがあるから、市長に話を聞いてくれて頼んでみたら、保証はしないけど。お願い、手伝ってくれるでしょう。できるとして、なぜやらなきゃいけないの。嫌な人。唯一の望みは赤ちゃんを見つけること。成功するかな。あの子を誘拐したの。典型的な悲劇の話で、うわ最悪、殺したいわ。気にしないで、役には立たなかった。いい一日を。マクドナン、何をしてほしいのかね。ああ、遠慮する必要はない。市長というのは市民に使えるためにいるんだ。怪しいよね。ケロクという名の男がかつてこの町に住んでいて、彼の家を捜索したい。話は分かった。だが、どんな理由だろうと、市民のプライバシーはとても重要だ。なんてクソなんだ。他人の家に侵入する許可は与えられない。つまりそういうことだ。お願い、マクドナグ社長。このケロクという男は、私の赤ちゃんに聞いてくれないかな。秘書があんねんだからな。話はダメだ。申し訳ないが、ミスターケロクがどんなひどい犯罪を犯していようと、その話だけでは確たる証拠とは言えない。あ、確かにね。わかった。何の役にも立たない。がっかりさせてしまうかもしれないが、一人の要望だけでなく、ダイヤモンドシティの住民全員のことを考えなければならないのだ。ねえジェネバ、悪いけどあの鍵を渡すわけにはいきません。だから言ったじゃん。なぜそんなに鍵が欲しい。新人重要なの。絶対ダメだな、新人君なんだろうな。うまくいくと思ったの。そうは思えないけど。嫌なやつ。気にしないで、役には立たなかった。いい一日を。これあれ、賄賂渡すしかないの。250ワイルか。マクドナイス長、この鍵の話に物事なんだね。一緒かよ。そういうこと。連邦の些細な小銭屋や災難から。もう君はマクドナイス長。話は分かった。分かった。何の役にも立たなかった。がっかりさせてしまう。市長は嫌だな。じゃあこいつに渡してみようか。ジェネバ、まだ我慢探してる。一体何が重要なの。ここは合意できるんじゃないの。たまたまここに客が山とあるし。プレゼント私に。最低だな。うわ、ダイヤモンドシティ終わってんな。机の上に鍵を置いて戻すのを忘れたりして。でっかい鍵ぶち殺したいわ。でもそんなことしたらね、やばいことになるから殺しませんけど。ああ、コツコツ貯めたお金なのに。1キャップいくらぐらいなんでしょう。大体今100円とかかな。そんなわけないか、10円とか。コツコツ貯めたのにね。はい、これも正味だめだ。安いと思いましょう。で、話は何か伺いたくない。だいはあんたが息子のネルソンを殺したってことだ。本当のことか。いけるかな。一応殺していないです。誰がいたか知らないけど、それは絶対無理だな。あ、いけた。責任を押し付けるには簡単な標的だしな。目ある。誰がネルソンを殺したのか、心当たりはあるか。さっぱりわからない。それを誰から聞いたか教えて。マロスキーから聞いたのさ。
グッドネイバーのならず者で役の倍にさ、厄介事をあんたに押し付ける理由でもあったんじゃないか。誰がネルセンを殺したかについて心当たりは？さっぱりわからない。知らないな。わかった、今のことは信じよう、うん、もし嘘ついてるのがあんたなんだった場合は、はいはい、なんだよ。まあやれるもんならやってみなって感じ。あるよ。どこだっけ。こっちどこだったっけ。あれ前もなった。ここか。ここだね。よいしょと。結構開いたのかな。上だよね、多分。彼を捕まえて匂いを嗅がせてみよう。後を見つけるかもしれない。出発前に一言。これが個人的な案件なのは分かった。ケロコと一人で対決しなければならないというなら、それからそれはもう十分いるだろう。たった一人の男を追うのに大勢で連邦中を嗅ぎ回るのはダメだ。何かアドバイスは？ケロコが本当に息子を誘拐した相手なら、奴は危険な男だぞ。危険なのはあんた。秘密会。奴を恐れる必要はない。連邦に何を投げつけられようとも恐れることはない。この件に関しては一緒に考えてほしい。そうね。わかった。そいつを捕まえよう。ここから後は指示に従う。ジャンプしろと言われたら、高さはどれぐらいか引き返すの。ニック、じゃあどうすんの？これとりあえず出るの？出ることで決定？はい。あ、ドクミト。ドクミト、どこ行ってたの？もう、かわいい。かわいいわ。ケロを捕まえる。あのクソペレミ。いい気だ。どこ行くの？ちょっと。
このダイヤモンドシティ内で完結することなのかな。出ちゃうよ、出口、出口行っちゃうよ、ドクモンと。あ、出ちゃう、出ちゃう、いなくなっちゃった。はい、ドクミトちゃん、お待たせ。ってか、すごい、すごい勢いで匂いかき分けてるんだね。すごいね。どんだけ鼻きくねんっていう。そういう敵がいるかもしれないので。バレンタインにくっついてきてんの？日光遅いわ。どこでしょうか？まっすぐ。旅ですな。ケロ君の後を追うのにあなたの鼻がいるの。かっこいいわ。同じようにやってる人。いやあ、それは犬が欲しいように見えるね。なんだって彼らは人類の親友なんだからさ。取引成立ね。ああ、本当に本気。彼女はいい犬だよ、うん、ただちゃんと面倒を見てくれない人には見たくないんだ。あなた次第だ。犬を売ってくれると言ったのはあなたなんだから。うん、それは分かる。ただ実際に売ろうとなるといつも売りづらくなってしまう。この子の面倒を見てくれない人には売りたくないんだ。分かるよ、私も愛犬家だからね。はい。いや、やっぱり気が変わった。まだ彼女を産みたくない。そうか、まあいいや。え、あれ、ドッグミート、ドッグミートどこ行った。どっちか、ドッグミートだよね。線路伝いに行っております。音量下げますね。よし、これでいいか。意外と気づかなかったけど、敵が出てきたらうるさかった。すみません。なんで。ごめんね、ドックミート？ドックミート？あれ？あ、そっちに入る。どこ？聞こえないわ。ドックミート？ワンワン言う声が聞こえてる。こっちでいいの？こっちで行くと、はい、ごめんね、どこ見たっちゃう。びっくりした、画面固まった。なんかあったのかと思った。この間ね、エラーが発生しましたって言って急にデータが消えちゃったことがあったんですよね。それだけは勘弁してもらいたい。エラーの休憩所の一つです。
はい。ちょっと油断してないけど。これ、誰かに通じてるな。血染めの包帯。ドッグミートはこれを追いかけられる。どう思う？続けられそう？はいはい、よかった。警戒してるんですね。敵にいそう。ドッグミート。キラが取れそうな気がする。ちょっと。毒ミート？あれ？どこ行った？知らない。知られて出てなかった。ついに地雷がある。何もなしに地雷があるのかしら。怖っ。怖っ。どこ？前来たことある。プレイステーションって何？プレステみたい。ちょっと開けてみようか。コレクションではないけど、コレクションみたいなのが特にこれといって何があるわけでもないのか。いや、あれけかな。で、ドックミート嫌いはどこ？ドックミートどこ行った？ここなんかな。あ、下があるけど、こんなとこ行っちゃい、あ、いた。ここにいるの？わかるの？賢いわね。どこ見た？あ、どこ行った？
でもめっちゃいる。ミンゴめっちゃいる。エレベーターできないっすか。キックボールって何？ここはどこ？なんかあれ燃えてるね。ここには何がある？エラー、システム崩壊、脚部の反応がありません。いや、大丈夫で組みと。芝生に巻き込めた。一緒にいなくちゃ。少なくともケロクを見つけるまでは。重大な計画、重大な。やっぱこれだよね。ここには何がある？エラー、システム崩壊、脚部の反応がありません。どうしたらいいんだろう。ここで何があった？エラー、オペレーター破損、脅威レベルオメガ、破壊されました。まだ追跡中だ。あまり遠くへ行けないと。破壊されたのは分かったけどさ。分かりました。すごいと思うんだよ。え？なんで登らしたの？ちょっとやっぱ迷ってんのかな。奴はここに隠れている。そもそも生きてんの？やっぱりそこがまず疑問だね。どこだ？随分遠くまで来た気がするけど。どこ行った？別にまあいるのはいいけど、どこにとは違う。なんか新しいところ。この中かい？この場所？ここにいるの？ここからは二人でやる。毒味とは休ませる。なんかね、じゃあいけるかなっていうか、そもそも拳銃を持ってないんですけど、いけるかな。
上から行ってみようか。ん？リアの音した。あるんだ、あるんだ。ちょっとこの辺りから入れるんだな。休んでていいよ。何を運んでくれりゃ。入り口があったね。これだ。あれ？ここじゃないの？違うの？なんだよ。じゃああっちかな。じゃあ入るか。その前にちょっとあれだな、重さ大丈夫？そんなに入らないじゃん。どうしようかな。一旦戻ってからまたもう一回入ろうかな。そうしよう。よし、じゃあね、一旦ちょっと荷物が多いのでお気に戻りますね。一旦多いのでどこにしようか。どこでもいいか。サンクチュアリに一旦ファストトラベルします。シュとりあえず入ってみるとすぐいっぱいなのかな。なんかいい方法ありませんかね。銃口も一応、ああダメだ、銃入りとかもいらなくて、でこれもいいわ。よし。え、上のレシピってなかった？よいしょ。はい、じゃあ今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回はですね、何だったっけ、さっきの平原なんとかっていうところにて記録を探すところから開始したいと思いますので、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったなーって思う方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もっとここ改善した方がいいよっていう改善点もね、コメントにてお受けしてますので、どしどし書いてください。はい、それでは今回も見てくれてありがとうございました。それではさよならー。